ジョン・マイヤーズは、イギリスの植物学者、エンジニアである。シリア・アルゼンチンの植物に関する著書で知られる。ロンドンで生まれた。父親は、ヨークシャー出身の宝石商である。幼い頃から鉱物学や科学に関心があった。1814年に窒素に関する論文を発表した。結婚した後、チリに渡って、銅などの鉱物資源の探査の企業のために、 南米に渡るが、ブエノスアイレスに上陸した後、妻が三熟熱で倒れ、チリ行きを中止し、南米であまり研究されていなかった植物の研究を行うことにした。1819年にコイン製造装置の導入に関わり、チリのサンティアゴに到着し、バルパライソ近くのコンコンに住んだ。チリ海軍の総督の国乱協と組んで製粉所を作り、 チリ海軍に食品を納入する会社を作ろうとした。1825年にイギリスに戻り、翌年著書、トラベルズイン、チリアンドラプラタを発表した。この著作は、南米の植物について記述した、マイヤーズの著作の最初のものとなった。その後、南米にわたり、アルゼンチンの造兵局やブラジル政府との間で、 製造装置の導入に関する仕事をして1838年にイギリスに帰国した。主張は参巻のコントリビューションズツーザボタニーオブサウス、アメリカで、他にオンザーペシノッチオブサウスアメリカや、イラストレーションズオブサウス、アメリカンプランツなどがある。ヒナの釈上家の俗名ミルシエラや、ヒガンバナ家の俗名、ミルシアなどに、懸命されている。ミアーズは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・マイヤーズを示すのに使われる。ありがとうございます。